誰が判断するかとかそういうところね、そこでなんかいろんな無用のトラブルが起こるんじゃないのって懸念する人多いんだけどね、うん、で私この前ね、うん、LGBT の当事者の方にも会って話をしたので、うん、やっぱりそういう懸念があるので、うん、その LGBT コミュニティの中でもじゃあそういうことをどう防ぐのかっていうのは、うん、彼ら彼女らにも考えてもらった方がいいなと。でもおそらくねこれね、うん、悪用する人は全然違う人なんだよね。そうそう、ね、あの聞いたらねやっぱりそういうことのその性自認があって、うん、そのこう見た目とちょっと違うっていう人はすごく気にしてるからあんまそのことしないんだそうです、うん、多分しないで、やっぱりねそこにね温泉にね、うん、そういうやるのは大体、ね、あ悪質なやつなので、悪質なやつはだからそういう人に免罪符を与えるんじゃないかっていう懸念があるから、ね、うん、あのだからこれもまあね LGBT やってる人が言うと大した法律じゃないんだとかね、あのいろいろ言うんだけど、でもなんで無理してやると、無理してやるとそういう人に免罪符を与えたりね、結構混乱することあるんじゃないのっていう心配ですよね。そうですね、だからそこはね、うん、確かにあのじゃあそのしょっぴかれた時に、うん、そのじゃあいや私心はその女性なんですって言い張った時に、たださっき言ったように過去の事例でも逮捕事例もあるので、あのその辺をですね、うん、まあ、国内外のそういった混乱に対してどう対応したかっていうところもきちんと整理して説明していかないと、なかなかね、うん、あのかえってその何かな、あの無理して進めてるという批判にもなってしまう、うんうん、これはまあ一つですね。でもう一つはね、これちょっと大きな視点で見ると、うん、そのこの LGBT 増進法、理解増進法の話が出て以降ですね、例えばそのいろんな新聞社とかテレビの世論調査がいろいろありますね、うんうん、まあ岸田内閣を支持してる支持してる、その後にいろんなこう質問項目がある中にですね、ちょっと前までは防衛増税が再生反対とかね、うん、あったのが全部消えて、うん、LGBT 増進法どうですかとか同性婚どうですかっていう質問項目に変わっていってるんですよ、うん、で確かにこの LGBT の問題も非常に大事なんだけども、あれ増税の話とかもっと大事だったんじゃないのと全部吹き飛んでるんですよ。岸田政権うまいんじゃないの、こういうことやってね。いや私はね、うまいと思う。うまい。なので、うん、まあ、この問題に、まあね、その大事なんで、あの賛否含めて皆さんこう注目するのはいいんだけど、その陰で、もっと大事なことが、議論のテーブルそのものから消えてることにもっと意識を払った方がいいと思うんですよ。あのずっとねこれ出しておくとね、こっちで話題になって、ここのあの P の人もねこればっかり頭入ってるわけ、経済政策が頭入んないんで、みんな皆さんね、やっぱり経済ですよ、経済政策が頭入んないでこればっかりやれこればっかりやって年次言うわけよ。もうこれは典型なんだよね。だってわざ私もわざわざこんな時間取ってやんなきゃいけなくなるくらいじゃない。まああのね、さっき言ったようにそのいろんな混乱が生じる、例えばスポーツでね、あの元男性だった人がもう全部メダルかっさらうみたいな、もうどうだと。でこれはやっぱり国際的にも問題になってるので、一定のそのルール作りをですねやっぱりしていくっていうことも、うん、うん、あの人だと思うので、ルール作りが先でとか言えばね、これずっとなくなっちゃうでしょ、うん、だから要するに方向性はあのいつかやるかもしれないけど、順番でルール作りからやるって言わないと、先にこれ多分ね、法律ってどうでもいい法律っていうのは私も知ってるんだけどね、でもどうでもいい法律っていうのがね結構ね、あの、そういうの軍事的なやつとか、あの、罰則があるやつっていうのは本当、形状は差があるんだけど、でもね、おそらく普通の国民ってみんな法律一緒だと思うから、うん。うん、なんかこれで免罪符ができるっていうふうに思っちゃってる人多いと思いますね。だからね、理解増進法ということに対して、LGBTQ の当事者の方でも反対してる人いるんですよ。で、それは、まあ、中身が不十分だっていうか、そもそも、まあ、あの、これも自民党内での問題になったんですけど、その差別を許さないというかね、まあ、明確に差別を禁止してるわけではないので、今の増進法は。単に理解を増進するにとどまってるんで、その意味で不十分だし、一回中途半端な法律作ると、まあ、見直し規定5年ぐらいはね、あの、設けても、もうそのまま固定されちゃうんで、逆に中途半端なものだったらやめてくれとか、うん、まあ、そういう声も、だから、同じ LGBTQ の中にもいろんな意見があるので、一回やっぱりね、ちゃんと整理した方がまずいいし、うん、さっき言ったようなそのスポーツとか、あるいはもう温泉でどうするとかね、うん、そういったことでやっぱり懸念があることも事実ですから、うんうん、やっぱりその辺をちゃんとね、それこそ LGBT 理解増進法に対する理解を増進することをしないと、あの混乱が生じるんじゃないかなと思いますね。まあ今混乱生じてるから結構岸田政権としてはね、しめしめと思ってるかもしれないよ。ね、ポイントは、そういうことでいろんな議論がなされている中で、本質的な議論が議論のテーブルから消えてることです。うん。ここにもっとね、注目した方がいいです。
そうだろうな、おそらく、うん。なんか、しめしめなんじゃないの、まあ、あの秘書官がうまいことを球投げたかもしれないしさ。どうか、あれ、まあ。あれでも全部、その、仕組んでやってたとしたら大したもんなんだけど、うん。仕組んでやってた、まあ、わかんないけど。でも、ちょっと不思議に思うよね。正直言うと、あの時、ああいうタイミングで喋るかなっていう感じは私はしたけどね。要するに、奥でことはいえね。普通喋んないけどね。普通はね。だから結局もう予算がね、衆議院通過しようとしてるときに、一番のテーマが LGBTQ になってるのは、うん、政権としては楽ちんだと思いますよ。それは楽でしょう。それであと党でやってますとか、それでいくつでもね、あれ引っ込めることが可能でしょ。あれも、そもそも閣法でないんでしょ、もう。閣法じゃないです。でしょ、それすごい楽じゃない、いや、楽ですよ。もうそ、政府としてはもうどっちでもいいから、まあなんか、揉めといてって感じですよ。どうしてよくわかんない議員立法で、多分法律見たらどうでもいいような感じの法律でしょ。まあ理解増進法はですね、まあ、でもそういうので揉めてるっていうのは楽といえば楽ですよね、うん、だからでも本ちゃんのところからも経済安全保障ですよ、エネルギー、もうそういうところをもっとね、うん、やらないとダメですよ。安全保障っていうとね、この間ほら北朝鮮のミサイルあった時に、はい、岸田さんどうしちゃったの、岸田さん、あの鼻、あれは何なの、あれはダメ、あれは何なの、あれはダメですね、あれは国会でどうなってるの、扱いは。いや、もう言ってますけどね、うん、まあただあれはやっぱり機関としてはダメですね。ダメでしょ。ダメです。あれ首相同棲見たらがっくりきますね。がっくりきますね。3時ぐらいかな、次に床屋に2時間近く行ってて、おそらくそっから直こうだよ、品川は。だと思う。で、その間に、あれが、発射があったから。それで、その時、普通だったら官邸に行けないじゃないのって、わざと思うけれど、何なの、あれは。もちろん、あれで、常時、命令が出てるのは私も知ってるよ。いなくても大丈夫ってのは知ってるけど、でも、それないだろ、普通は。まあ、ちょっと、今回もそうなんですけどね。やっぱりこうウクライナにいろんなものが集中している中で、うん、北朝鮮はやりたい放題になってるわけですよ、うん、相対的にやっぱり北に対するアメリカの関与も薄くなってるし、うんうん、でその中でやっぱりアメリカに届くミサイル、特に核ミサイルをどう開発するのかと、そうなるとやっぱりアメリカに届かなければですね、うんうん、まあ、何かあった時に反撃しても反撃しやすいんですけど、いざとなったら本土が、アメリカ本土が攻撃されるという可能性がオプションの中に入った瞬間に、やっぱり核の傘に穴が開きますね、うん、だからひょっとしたらその反撃した時に自国に対しても、つまりアメリカ本土に対しても攻撃の手が及ぶとなると、やっぱりそのこう躊躇するようになるので、そうするとやっぱり最前線にある日本とか韓国とか、よりそのですねリスクは高まるし、核の傘がですね穴が開くというような状況を作り出そうとしてますよね、うん、核の傘も開いてると思うけど、ね、まあ、いやいや、アメリカってそう簡単には他国のためにはやりませんよね、うん、やりません。だからまあこの前の日米首脳会談ですね。まあ短い時間だったけれども、うん、一応、まあ核も含めてですね、うん、あらゆるオプションで反撃するということが、文書上書かれたことは意味があったと思いますけど。うん、実際はね、うん。実際はよく考えてみたら、わざわざそこまでするかなっていう、日本のためにするかなっていうのが正直なところですけどね。それで岸田さんでもさ、あとウクライナに行く話はどうなっちゃってるの、ね、それもちょっと話、これは国会はどうなってるの、まあ、私ちょっと、これはまあちょっとね、うん、国会の側でもちゃんとやらなきゃいけないのは、うんうん、まあなんか行きたがってますよね、うん、っていうか多分ね、年末に一度国会が閉まった後に行こうとしたという形跡はありますね。ありますね。ただ一部メディアで報道が出てしまったので、まあやめたということだと思います。でもあれやめ、いや、あ、わかん、まあいいや、まだ調整ができてなかったと思う、うん、それで、うん、でただまあ今国会開会中はですね、やっぱり総理大臣や大臣が海外に行くときには議員運営委員会の事前承認が必要なのでこれどこの根拠があるの、こういうの。いや、ないです。慣例です。慣例でしょ。もう私はそれはやめていいと。で、うん、こういう国家に関わるね、そのまだセキュリティの問題にも関わりますから、だからやっぱりこれは野党もね、うん、まだこうで言わずに事後報告でいいような、一定の条件のもとではもう事後報告でいいと、そうだそうでいうことをやっとかないと、
もう縛り付けといてですね、いけないし、で、全部国会にもメディアにも明らかにしていくって言ったらもう、無理だよ。それもうね、そう、もう、もうね、攻撃対象にしてくれみたいになるんで、だからまあ、事前にロシアにね、アメリカ、バイデン大統領も事前忠告はしたらしいですけど、それでもやっぱりこう、非常にセキュリティ上ですね、まあ、身内も騙しながら行かないと、何があるかわかりませんからね。だからまあ、ここはまず国会としてルールを変えることと、それとね、まあメディアの皆さんにも、まあいわゆるエンバーゴといって、まあ仮に知ったとしてもそこまではですね、絶対言わないっていう、約束をちゃんと結ぶのと、それと、一番問題はですね、言った上で何を言うかですね。我々レオパルドとか戦車とかを供与するわけにいかないし、F-16 を出すわけにいかないし、じゃあリスクを取って言った後で、じゃあゼレンスキーと会って、その、キーウで一体何を表明するのか、うん、これはね、なかなか難しいですね。昔はなんか行くときに発電機だったけどね。発電機、ね。私なんかだから MLRS でもね、うん、もうね、ポーランドに置いてくればいいんじゃないのって言ったんだけど、ね。うん、まあ、5月にね、うん、G7 サミット広島でやるので、やっぱり議長国の岸田さんだけがキーウに行ってない、ゼレンスキーと会ってないっていうのは、ちょっとやっぱりなかなかね、会のチェアパーソンとしては難しいなと思うので。そうね。まあ私は、まあ少なくとも現地じゃなくてもどこかでゼレンスキーとニューヨークでもどこでもいいですからね、会っといた方がいいなと思いますし、まあできればキーウにね、ポーランド経由でも入って、まあ何らかのこう連帯を呼びかけるってぐらいはした方がいいかなと思いますけどね。玉木さんはあれはね、情報が漏れたから行かないっていうふうに思ってるわけ？まあね、まあいろんな理由があるでしょう。いろんな理由。まあ一つはまあそこはやっぱり電撃訪問にしたかったと思いますよ、それは。私ね、うん、ちょっとね、うん、ひねくれてるから、これね、官邸の中でこの話するのは、うん、官房長官しかいないんだよね。うん、漏らすか。まず漏らすかってまず思った。漏れない。まあね。官房長官と政務秘書官だけだよ、言うとすれば。漏れない。これで漏れたらよっぽど間抜けだよ。いろいろ秘書官の問題もあったから。いやいや、だからもう間抜け、うん、だからね、うん、行きたくないからね、漏れたことにしたんじゃないのっていうのが一番すっきりしてるの、正直言うと。やっぱりあれですね、高橋さん。ちょっと意地悪なんで、私は。いつも意地悪なの。裏の裏で表に戻ってくるから。意地悪なの。まあまあ、いろんな理由があるかもしれませんね、うん、確かにね。ね、私、官邸の中でやった時、本当この手の話、絶対3人なんだよ。うん。本人含めてね、漏れないだろう。でね、ほら、アベマリオの時だって漏れなかったでしょ？アベマリオね。もう、いや、あるんだ、あのくらいできるんだよ。アベマリオができたのに。そう、できないんだよ。いや、もちろんあっちは平和だけど、ブラジルのが大変だよ、行くのは。まあ、そらそう。そらそうだ。すっげえ大変だよ。そら確かに。うん。どちらかというと、あれなんか欧州歴訪の時に私スケジュール見たら、ボッボン、すごい穴開いてたから、あの時絶対行くと思ったよ。なるほど。おかしいよ、これ。本人がちびってるんじゃないの？なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけど。まあでもね、なんか総理は行きたいとかっていうなんか言ってるけど、でも行けるだろうと。それで1月少なくともね、あんなにね、欧州歴訪の時にスカスカでね、もう飲んで行かないんだと、まず私はすぐ思ったよ、そうやって。あそこはだからやっぱりいくつかトライはしてたんじゃないですかね。知ったけど本人が最後、本人次第でしょ、これ。要するにね、自民、あれで、なんか自衛隊の特殊部隊もあるんだから、本人次第だと思うけどな。まあ、私は、ちょっと。まあまあまあ、あとはね、その、国会の事前承認が必要だっていうことを理由にして、いけないっていうふうになるから、うん、野党もちゃんとこの辺は、いいよっていうふうに言っとかないと。そうだよ。変な自分行きたかったんだけどね。そう、変な理由になるだけだよ、ね。野党に邪魔されていけなくなったみたいになる。私ね、ほんとね、国会の話とかね、漏れちゃったとかね、ちょっとないんじゃないかなって気がするんだよ。これ理由として。こんなのちょっと世界に理由説明したらちょっとおかしいでしょ、理由として。まあ、特に国会なんかはおかしいでしょ。まあ確かに。うん。だから私ね、意地悪なんでね、いつもね、こうやって受かった見方をしておりますんで。意外に当たってるかもしれません、ね。いや、もう本当、わけわかんないな。うん、まあでも、玉木さんには、あれだよ、予算委員会の話で、要するに今度、なんだこれ、増税の話でね、はい、要するに財源は、あれでしょ、
別に増税しなくてもあのくらいクリアできるでしょ。できます。わかるでしょ、あれは。まあここは高橋先生ともね、うん、話しましたけど、まあ私は別に無理なんだ言ってるわけじゃなくて、例えばですね、うん、過去20年間の外為特会の1年間の運用益、うん、利益はですね、だって平均すると 2.9 兆円出てるんですよ。そうだよね。だいたいそのくらい出るよね、うん。で、まあ円安っていうまあ特殊要因を除いて、まあ広くこう、だいたいじゃあ安定財源っていうから、長期で見たときに、少なくとも過去20年間で平均 2.9 兆円と。で、今回ですね、まあ、その危機に入れましょうというので、まあ、2022年度のもので 1.9 兆円、外為特会から入れて、で、いわゆる進行年度、まあ、来年度ですね、平成、令和5年度で 1.2 兆円で見てるんですよ。ん ?1.2 兆円 ?1.2 兆円だって、過去どんなに平均したって3兆円弱出てるので。おかしいよ。おかしいし。うん、で、そこで切れてるんですけど、その後もどんどん出続けるので、まあ、もうですね。だって、さ、あれ、FB、じゃあ、FB 発行だと、ほぼコストゼロじゃないの。ゼロですよ。外債の利息そのまんまじゃないの。俺がちょっとそれで利息もちょっと円安でかっていうそのレベルでしょ。そう、まあ金利が上がった分ね、ちょっと下がる分もあるけども、うんうん、トータルしたってプラスだし、で、今年ね、例えば、そうだと思ったのは、今年度のですね、外為特会の剰余金って 1.3 兆円で見積もってたんですよ。うん、まあ大体、2.8 兆円になって、上振れ 1.5 兆円ぐらいしてるので、で、まあ逆に言うと、まあいつもそうですけど、こう低く見積もって、かつ、利払い費は高く見積もってるじゃないですか、いつも。まあ、利払い費はむちゃくちゃだな。だから私なんかさ、利払い費高く見積もってから腹が立ってさ、で、それで補正の財源言うんだよ。うんうん、だから、こんなの低く見積もりゃ、お金すぐ出るじゃねえか、あれ補正財源にするだけなんだもんね。それだけです、それだけです。で、もうそれも、まあ、政治家のために取ってやるっていうかね。いや、それじゃないだろう。いや、少なくとも、毎年ですね。単年度じゃなくて、毎年プラス1兆円は出ますから、外為特会から。だって利払い費だって出てるよ。ね、私ね、ほら、国際化の価値補佐してたから、はい、俺もすんごい気真面目に、予算の時に金利予測してね、もうバッチシね、ギリギリ言ったの。そしたら、俺バカって言われたんだよ。持ってったら。もっと乗せろって。うん。もう、何も言わないで。毛上げろ、毛上げろ。毛上げろって言われてさ、俺、それ意味が最初わかんなくて、毛上げろって意味が。私すごい正確に予測して、そうだ、毛上げろ、毛上げろって言われて、毛上げろって言うと、ちょっともう一回持ってこいって言われたんだよ、私。ほら、国際化の課長さだからさ、死刑区に行くじゃない、総務会の。毛上げろって言われたんだよ。おい、ほんと意味わかんなくてさ。そしたら、いや、もう。当時からか。いや、それで、もうそれであれだよ。もう、いや、もうこんなまとめに計算するとめんどくせえやと思って、もう前年よりちょっと増やしても出た。よくやった、よくやった。こんなのないよ。まあだから、まあ、なんて、ある種課題要求しとけってことですよね。そうですね。要求しといて、余るから。余るに決まってるから、どうせ補正財源だって。もう、バカバカしくてやってんなかったよ、あれは。というですね。ということなので、まあ1兆円ぐらいですね、なんとでもなるので。なんとでもなるよ。まあせめてね、私1点、今今年度進行分で 1.2 兆円見ていて、で、でも実際はですね、去年でも、ドーンと増えてますので、まあ少なくとも法人税の増税はいらないっすよ。うん。いらないな、全く。面白いな。こういうところを、もう少しね、ちゃんと見ていく必要があるし、で、法人税増税する余力があるんだと、それ賃上げに回し上げないんですよ、うん。それでさ、そういうのあるって、今度は予算案に反対するんだから、もっと思い切って、参議院でも同じこと言えるんでしょ、言いますよ、ね。ガンガン言った方の言わないとね、うん、言えるよね、もう反対してんだから。言えます。だからこれはね、ちょっと、皆さんも真剣に考えてもらいたいなと思ってるんですけど、で、税収は増えますから、税率上げなくても。で、多分、私はね、70兆円超えると思いますね。うん、今年度、来年度のですね、税収は。あんだけ円安になってたらね。円安なのと、まあ、みんな分かってんだよな。やっぱり、あと、高橋先生あれですか、所得税にしたって、消費税にしたって、名目で聞くじゃないですか。うん、だから、やっぱり、物価の上昇って、事実上消費税率のアップと同じ効果があるし、あと、賃上げも実現したらですね、みんなブラケットが情報戦にするので、で、去年実際、今年度の、秋の補正で、歳入の補正やってるんですけど、うん、65兆から68兆で3兆増えてるんですが、うん、そのうち 1.4 兆円は源泉所得税なんですよ。うん、
やっぱサラリーマンの皆さんからね、やっぱり賃上げが、まあいいとは思うんだけど、うん、やっぱりその分、所得税もたくさんサラリーマンに払っていただいてるっていうことですよ。そうですね。うん、本当にどうも、この話はもうちょっと次の時間で深めましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。